皆さんこんばんは。じゃあなんとなく暖かくなってきて大丈夫かなっていうね。でもいきなりまた寒くなったりとかさ、もうこの気温差なんとかしてくれってことだよね。というわけで私今朝朝一で歯をガリガリに奥歯やられましてですね、ちょっとダメージ食らってます。ちょっとショック受けるぐらいダメージ食らってますけども、頑張りますんで一つ皆さん。でも本当歯は大切だからね、日々磨きましょうね。いやちゃんと磨いてんだけどさ、やっぱりね、あれさ、完璧な磨き方って分かんないよね。うん、でね、俺なんかゴシゴシガシガシやっちゃうから力任せで、あ、なんか力任せにならないようになんかパキッと音がするやつあんじゃん。CM やっててそれ買ってやってんだけど、パキ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 うるせんだよ。何の役にも立ってないっていうね。皆さん本当に気をつけていただきたいと思いますけども、そうそう、昨日今日いつだったかな、どっちかテレビ見てて、お風呂のそろそろさ、カビの季節じゃん。でお風呂のカビってほらすごく言うじゃん。でそれを防ぐために俺なんか昔テレビでお風呂上がりはお風呂場を水で流せばカビが生えないよって聞いてて、それを信じてずっと俺水かけて、まあその後ちゃんとワイパーやってね、もう拭いて やるんだけど、それをやってたのに、昨日だか今日だか、今日じゃねえな、昨日だな、のテレビでいきなりなんか50度以上のお湯がいいって、お湯だとカビ菌が死ぬんだって。って今まで冷水って言うからやってたのに、いきなり50度、どういうことっていうすごいショックを受けている私、八尾和樹です。本日第83回、出張八尾ちゃんの部屋、本日のゲストはお風呂上がりどっちをかけてるんでしょうか。ちょっと聞いてみたいと思います。黒沢智代、いえ、こんにちは、こんばんは、黒沢智代です。どうもです。いや、悲しいことしかないじゃないですか今日。悲しいことしかなかったですよ、エピソードを。そう悲しいのよ、なんか。ちょっとね、智代は喉を今ちょっと痛めてるので。あ、全然全然、大きい声出さないように。元気です。今日はね、ひそひそで。超元気です。どこまでできるかね、ひそひそでやってみたいと思います。いや、どうも改めて、よろしくお願いします。いやいや、ありがとうございます。こちらこそです。いや、だって俺ら挨拶しかしてないもんね。そうなんですよ、うん、衝撃の事実なんですけど、うん、私今日八百屋さんにお会いするの2回目で、うん、そうだよな。そうですよね、うん、スタジオで初めて挨拶してくれて、はい、その場で俺がもうすでに誘ったっていう、ね、そうなんですよ。そうなんです。ちょろいやつなんです、私。すぐ来た。すぐ来てくれた、飛んできちゃいました、はい、いやありがたいです。こちらこそ。やったまたもね、ウルティをね、はい、やってるので。そうなんですよ。どんな子だろうなと思ってたら、でも今ね、時差出勤だから。そうなんです、時差出勤。時差出勤だからもう全然合わないんだもんな。そうなんですよ、絡まないし、合わないし。そうなんっていうより俺出てねえし。いやいや、また出てねえしっていう。出てます。ウルティ最近も出てますね、ちょこちょこ。はい、いいね。なんかよく逃げ、なんか走ったりだけしに行ってます。おお、そうそう、ウルティのさ、で俺オンエア見てたら、はい、俺オンエア派だからさ。オンエア派、台本派と。俺らは、週刊派、週刊ジャンプね、週刊少年ジャンプ派、コミック派、台本派、オンエア派っていうね、はいはいはい、4パターンいるわけですよ、我々は。はい、で俺は基本的にオンエア派なの。オンエアで物語を味わうタイプ、うん、そう、あ、なるほど。自分が出てないところも、ほら出てないところ俺ら台本もらえないじゃん。もらえますよ、あれ
出てない時ももらうの。出てない週のってことですか。そうそうそう。ああ、なるほどなるほど。だから話だって俺らなんかさ20年やってるけど、うん、そのうち何年出てないと思うっていう。だから話は分かんないんだもん。そんなに出てないでしょ。出てない時あるのよ。もう俺ら平気で3年とか出ないから。なんか気づかないのがすごいところですね、うん、なんかずっとみんなで一緒にいるように感じちゃえるっていうのがなんか素晴らしいところではありますよね。オープンエンドしかないもんね。出てんのがね。笑ってしまった。っていうね。なるほどね。だって真由美さんだって、うん、あれだよ、サブタイだけの週があるわけだから。あ、そっか、改装とかしちゃったらってことか。そうそうそう。そっかそっか、なるほどね。で必ず毎回出てると思ってたマッフィーナレーションの、うん、マッフィーもなんか時々ピッて出てない時ある、ね。なんでなんで。だから。最初から最後まで全部出てる人って一体誰なんだっていう、いないんじゃないかなっていうね。いないかも。だからそのサブタイだけで言うと真由美さんは全部出てるけど、まあそっか、うん、それ以外はないんだよね。で八尾さんはオンエア派なんですね。オンエア派、うんうん、でオンエア見てたらそしたらウルティが出てきて、はい、なんかすんげえ声ブワー張るじゃん、はい、ウルティってなんかアドに似てるよね。あーうっせぇわの、うん、確かに確かにすっげぇ似てると思って。あ、本当に、うん、今日やってもらおうと思ったら喉痛めてるっていうからやめよう。そうですよ。それは声質がってことですか。声質っていうか、うん、ちょっとあのトーンの伸び方、あでもちょっと柄が悪い感じでちょっと喉に結構引っ掛けながらのガーっていう、ガーっていう感じのがなってる感じはあります、うん、の感じがすげえ似てるなと。じゃあ流行りを捉えてたんですね。うわかもね。ウルティは。おう、かもしれない。よかった。いやいやいや。やった。でもウルティどうよ。このワンピに入って、うん、これウルティはオーディションとかあったの？ウルティはオーディションが実はヤマトのオーディションがあって。おー。はいはい。で、それはヤマトはやるよな。オーディション。そうね。ヤマトのオーディションに参加した。うん、ですよ私は、うんうん、そしたらウルティでっていう話に。めっけもんじゃん。いやもう本当に楽しくて、うんうん、あのヤマト真面目にやんなきゃいけないじゃないですか。ヤマトで受かってたらこれきっと毎回真面目にやんなきゃいけなかったんだなって思うと、うん、青山さんと2人でふざけられるので、うん、私はウルティでよかったなって思って、うん、そういうのあるよね。そうなんですよ。そこまで真剣じゃなくてもこうちょっと真剣じゃないって言い方も若干遊びが出せる方がさ。そう、ウルティしかもマスクしてるんで、うん、パクがなくて、うん、何でも言ってよくて、そっか、あの監督からも、うんうん、出てる間ずっと喋っててくれっていうオファーがでしかも青山さんも、うん、なんか足りなくないとかって言うんですよ、うん、テストやって黙ってる時間があったりすると、うん、なんでもずっと2人で何かを喋ってて、うん、まあ、オンエアで使われるか使われないかは、うん、スタッフさんにお任せするっていうぐらい、うん、あ結構アドリブやってんだ。ずっとアドリブやってるんですよ。そうなの。そう、あ今度ちゃんと見よう。ぜひぜひ。なんでなんかそういうのも含めて、あなんか適材適所っていうか、まあ、うん、いいところに選んでいただいたなと思いつつ、いやいや楽しんでやれるのが一番だよね。はい、そういうご縁でした。下田こんなあんだ、こんなのきついわとか思いながらね、やるのはきついじゃん。毎回緊張してるのもね、うん、ちょっとあれだったんで、うん、幸せです。いやいいことですよ。それは楽しみながら仕事はね。はい、でなんで喉を潰したのよ。いやいや、そんな潰してないんですよ、うん、潰してないです全然。お潰してないです。潰してないの。潰してない。あくまでもね、大切にしてるだけね。大切にしてるだけです。そうですか。はい、では、ってことは俺たちは3回目ってこと。会うの2回目。2回目です。2回目、はい、あもう本当に、うん、あの麦わらの皆さん、麦わらの一味の皆さんに、うん、全員お会いできてないまま2ヶ月とか3ヶ月とか収録をしていて、うんうんうん、で最後の最後にやっと八尾さんにお会いできて、うん、麦わらチームの中でも、うんうんうん、で、うん、その時に本当に遅くなりましたと、今までご挨拶できてなかったんですけど、黒沢智代です、よろしくお願いしますって言ったら、あのさ LINE 聞いてもいいって、うん、えもちろんですって言って、うん、番組やってるんだけど来ない、えあいいんですか、お邪魔してもいいんですか、うん、で今日です、はい、そうだいたいそういう風な誘い方で、うん、っていうかあの時またなんかそれも出番とかさ、そうそうあって時間がなかったんだよな。そうなんだけど今聞かないともう二度と会えないそうかもしれないって思います。で
考えてみるとそれから合ってないよね。合ってないです。さすがです。そうだよね、はい、ほらだからあの時を逃したら今子供はないわけですよ。さすが、さすがです。あれもう俺必死だもん。だってスタジオに何時に行くかって仕事じゃないもん人材を探しに行くから誰にゲストに来てもらおうかっていうね。だけどほらよかった、ね、つまんない人だとなんかあれじゃん。面白そうで面白そうだと思われたんだ。なんかほらなんか引っかかるものがないと誘わないし誘いづらいし嬉しい、うん、だあこの子どんな子なんだろうなってちょっと興味が湧いたからいきなり LINE 来てきた。なんで私は今日あの なんていうんですかね、うん、仲良くなりたいと思ってきました。あいいこと、まあ、これはだからさあのまあ1時間半ぐらいね、はい、それから付き合うわけだからまあ、それで判断していただければ、うん、それで何をどう友達じゃなかったらあのもう友達じゃないって友達になってくれるんですかむしろ友達だよそれはやった、はい、というわけで、本日ね、黒沢智代を、はい、掘り下げていきたいと思いますのでね皆さん楽しんでいただきたいと思います。まずこのコーナーからいきましょう。どうぞ。全略おふくろ様、長いことご無沙汰をしています。俺は元気で毎回みんなからのメールを一通でも多く読もうと頑張ってるわけで。そんな暇があったらもっともっともっと読んで。はい、では、今日もね、たくさんメールありがとうございます。早速いきたいと思います。ヤオちゃんネーム、初めての方かな、ブヒブヒさん、いただきました。こんばんは。慌ただしい年度末が過ぎ、新年度に入りました。街を歩くと、真新しいランドセルを背負った子供を見かけてほっこりしています。そんな新年度にふさわしい質問を考えてきましたので、ぜひお答えいただければ幸いです。黒沢さん、はい、今日の下着の色を教えてくださいすごいじゃないですか。ブヒブヒさん、すごいところ来ましたね。八尾さん、ありがとうございます。本番前に NG あるって聞いてくれて、下ネタだけはっていう話を丁寧にしたのに、うん、これ下じゃないですよこれ下じゃないから、どっちかっていうと神がかった神々しいメールですから。これは形までは言わない、色はなんだっていう、このブヒブヒさんのちょっとね、そこは俺ブヒブヒさん好きなんだ。毎回この人ねちゃんと送ってくれるんですよ。初めてだって言ったじゃないですか嘘に決まってんじゃん、ブヒブヒレギュラーですから。そうなんですか。その前の枕っていうかさ、ちゃんとほっこりしますねとか、この文章がなかなかね、確かにね、ちゃんとクッション置いてね。そうそうそう、じゃあついついなんかほろっていっちゃいそうになるじゃん。ポロッとね、言ったら多分私めちゃめちゃ部長に怒られるんで。あ、部長、あの会社は厳しい。会社厳しいです。移籍しちゃったんで。で、そうそう俺ずっとそうなのかと思ってたら、はい、割といつ8月です、去年のね。そうそう、メールも来てたのよ。あ、本当ですか。うん、なんだっけな、ちょっと待ってね。そう、びっくりした。俺てっきり東宝シンデレラガールでも受けて、あのずっと東宝なのかと思ったよ。そしたらシンデレラでありたかったです。あ、来ましたよ、こうちゃんさん、はい、チャンネルこうちゃんさんいただきました。ありがとう、ありがとうございます。黒沢さんは去年、はい、マウスプロモーションから、あ、マウスだったのね。マウスでした。東宝芸能へ移籍されましたが、うんうん、何かきっかけはあったのですか。話せる限りで大丈夫です。そうですね、きっかけはもともと私子役をね、そうだったんですよ。ね、芸歴すごいもんね。ね、すごいよね。いろんなことやってるよね。なんかいろんなことやってます。ね、びっくりした。そんな風には見えなかったから。あ、本当ですか。割と今時の子かなと思ったら。あらあら、ちゃんとしっかりいろんなことやってきてるじゃないって。ね、そうなんです。すごいよね。ありがとうございます。きっかけは言える範囲で。まあ、なんかその子役をやってきてて、もともと演劇に育てられたという感覚が自分の中であったので、なんかいつかまた演劇にもやりつつ、映像の仕事もやりつつ、もう欲張り
スタイルでいろいろやっていきたいなっていうのをずっと考えてて、うんうんうん、であのちょっとね情勢的にあのなんていうんですかゆっくり考えられる時間があったりとかもしたじゃないですか、うんうん、ここ 1,2 年、うんうん、でその中でなんかこれからのことを考えていくときに、うん、もともとのマウスプロモーションの時の担当のマネージャーと話をして将来を見つめていく中で移籍をしようかっていうので私だけマネージャーは一緒じゃないんですけど新しい会社にっていうことでした。だからそのなんていうんですかね割とこうマウスのスタッフさんも皆さんサポートしてくださってのこれからを考えた遺跡だったので。おー、うん、東宝芸能自体はそんなに声の人っていうのは初らしいです。あ、初めてらしいです。じゃあマウスがちょっとフォローしながら そこら辺はっていう感じもあるのかな。遺跡の時に、うんフォローしていただいて、うん、それからはもう今のマネージャーさんと二人三脚で、うん、おー結構俺はもうあの LINE でしかやってないけど、はい、うん、おいくつぐらいの方なの、あのマネージャー。30後半ですかね。あ、本当、はい、うん、なんかざっくばらんとしたなんか優しそうな人だなっていう感じはするんだけど、譲らないとか譲らないよね。譲らない、ね、会社、それはもう会社の多分その色ですね。あ、とってもあのやっぱ姉さんたちがすごい、うんうん、しっかりすごい人たちがね、いっぱいいるからな。ダメなものはダメですみたいな、はいはいはい、これはダメですがこれはいいでしょうみたいなのがやっぱり会社としてこれはダメですって言われることはあります。でもそういう風なきちんとしたとこの方が俺なんかもいいのかな。何でもかんでも俺わーっていいじゃんってやっちゃうからさ。素敵です。これじゃダメだなと思うもんね。素敵です。でこうちゃんが、もしも話せないときは好きなおにぎりの具を教えてくださいって一応聞いておきましょう。好きなおにぎりの具は鮭。わあ、鮭か。鮭派か。鮭派です。何派ですか。俺もこれパッと見た時に、あ、おにぎりの具か、何が好きかな。俺結構昆布が好きなんだよな。昆布ね、なんかいいよね、なんか美味しい。美味しい、うん、確かに譲れないみたいなね。譲れない、ありますけれども。確かに。はい、それでは下着の色は内緒。結構聞けなかったな。内緒です。え、来週ご想像にお任せします。ああ、ですって。割とじゃあ分かった、上と下は揃える派。あああじゃないんですよ。ああじゃない。ああじゃない。ああじゃない。はい、分かりました。次のお便りいきましょう。やおちゃんネーム猫姫さんいただきました。ありがとうございます。随分暖かくなりましたね。でもまだまだ朝晩冷える日もありますから、どうぞあの体気をつけてくださいね。で、お二人お花見はしましたか。お花見行く派。私は6年前から毎年お花見だけは根性で集合している友達がいます。普段はなかなか会えない5人なので1年に1度お花見だけは集まるようにしています。今年も4月3日あいにくの雨にはなりましたが靖国神社に行ってきました。お二人の桜の思い出、などあれば聞きたいですということで、写真もね、添付してくれて、まあこれはね、まああんまり映んないよね。はい、というわけ どうですか。お花見はどう。私はですね、うん、今年はちょっとわたわた過ごしていたので、うん、移動の時に、うんうん、あの六本木のミッドタウンの裏の、はいはいはい、うん、桜を、うん、あそこを通る機会があったので、うん、なんとなく歩きながら見たんですけど、うんうん、人が多くてちょっと早めに退散してしまった。人多かった。多かったです。へっていう感じでした。いや、まだまだね、ちょうど桜のいい時期に、うん、意外とまだ看板であの宴会はやめてくださいっていうのが結構あったから、うん、確かに。俺が行ったところは割と人は少なかったかなっていう。あ、本当です。あ、行かれたんですね。結構ちょこちょこポッて今だっていうところに行って車で。かっこいい、うん、で、まあいろいろ見たけど、うんうんうん、だけどまあ、 あのワンピがすごいお花見好きで、みんなでやってたのよ、某井の頭公園で。全部言っちゃってる、全部言っちゃってる。すごいの。それでさ、もう海賊旗立てて、もうだから一日中、東亜のスタッフが場所取ってるから、そこに来れる人だけ、来れる時間帯だけ来てくださいっていう。で、まあ入れ替え立ち替え、いろんな人が来るんだけど、
だんだんこうなんかこう盛り上がってくると周りの人もなんとなく気づくじゃない。声とか海賊旗もあるし、なんかワンピックせえぞっていう、気がついたら知らない人がいっぱい一緒にいるっていうね。そういうような、まあ、だからここ3、4年やってないから、そうですよね、もう早くねやれるようになるといいんだけどね。和の国編が始まったぐらいってまだ、みんな飲めてたじゃないですか、確か。そうだっけ、らしいんですよ。でだから今回参加になったのが、私とその大和の早見さんは大体同じタイミングに参加だったんですけど、その前の要は下町チーム、おたまちゃんとかのなんか伊勢さんとかハンメグさんとかが、もうちょっと早かったらもう新年会もお花見もバーベキューも忘年会もすごい楽しいお祭りがいっぱいあったのにもったいなかったねって言われて、確かに先輩たちと飲むチャンスを、そうだよな、そうそう、失ってしまったと思って、そう、だからそれだけがちょっと悔しいです。みんな本当にやっぱこの時期になると、ああまた今年もダメだったねっていう、早くみんなでね集まりたいねっていう話ばっかりしてるっていうね。もう出番がなくても行くんで。そう、出番なくてもみんなそうよ。もう出番なくても、そればっかりもうみんなね回復したら社会が、はい、というわけで、またお時間あったらですね、読みたいと思いますので次のコーナー行きたいと思います。お願いします。どうぞ。お兄ちゃん、お姉ちゃん、嘘、ダメ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 よ、ダメダメ、嘘はダメダメダメ。はい、嘘はダメよということで、一問一答いきたいと思います。まず1番、もよちって呼ぶな。え、もよちって呼ぶな。いいえ。あ、いいえ。はい、次、週に1回は煮込まないと体がうずく。あー、はい。あー、はいなんだね、うん。3番、ギターの弾き語りはやめられない。あー、はい。お、4番、アマデ役をやらなかったら今はない。はい。お、5番、座右の銘はいい役者はいい人間。あ、はい。お、というわけで全部入ってたね。いや、これあのウィキから取って。おお、そうなんだ、すごい、ありがとうございます。でウィキをで、もよちっていうふうに、相性がもよちと、ともよさま、ともちん、ともにやの4つ書いてあって、確かに確かに、その中で なんでもよちやねんっていう。あ、ともよちゃんの、もあ、ともよのもよか、もよち。これはどの界隈で言われてんの？アイドルマスターシンデレラガールズっていう作品に17歳から参加してて、でその17歳の時につけたニックネームがもよちだったんですけど、その全然もよちって呼んでくれる人がいなくてアイマスのスタッフさんしかもよちって呼ばないんで、スタッフがつけてくれた名前なの。なんかラジオの企画でみんな相性を作んなきゃいけなくて、それでそうだった、そうなんですけど、あの後から入ってきた役者さんたちはみんなともよさんって言うし、先輩たちはみんなともよちゃんって言うんで、なんかもよちって全然呼ばれなくて、呼ばれない、逆に呼ばれない名前なのね。そうなんですよ。だから、あ、いいんですけど、消滅していったっていう感じですね。じゃあ本人的には割と、どっちかというと気に入ってる方なの？どっちでもいいかなっていう。はい、わかりました。はい、それで、ね、あれなんだよね、このウィキによると、交渉サイズが 149.5 っていうこの微妙な、はいはいはい、これ実際はこうなの？なんか150だと思ってたんですけど、私自分のサイズが、で、まあ、めんどくさいんで、私生活で身長聞かれると全然150ですとかって言っちゃうんですけど、どんだけ測っても 149.8 とか 149.5 とか、なんか150に至らなくて、至らない、今一ついかないっていう。そうです。だから多分一応書類上では、あの150には行きませんっていう意味で 149.5 にして。あ、そこすごいじゃん。
そこはなんか素晴らしいね。あ、素晴らしいですか。やっぱ素晴らしい、素晴らしい。なんか絶対なんか面倒くさいから150って。あ、確かに。あわよくば152とかさ、言いそうなやついるじゃん。それはちゃんと正直に言ってるってことはなかなかいいですね。150に至らないんですよね、なぜか。次、週に1回は煮込まないとっていうことで、煮込み料理、はい、料理をするのね。料理が割と好きで、うん、しますね。煮込み料理を。煮込み料理、そうですね。なんかあの、うん、私レシピを見ないで香りでご飯を作るのがすごく好きで。素晴らしい。うん、いいね。すごい、なんか別にだから何料理ができるわけでもないんですけど、うん、なんかお肉の種類だけちょっと決めて、うん、でスパイスが家に趣味でいっぱいあるので、香りを嗅ぎながら。あのいろいろこのスパイス入れたら美味しそうみたいなので入れたりとかして、なんか分かんないけど美味しいやつがいつも出来上がるっていうのの遊びを。もう割と失敗はしない。失敗しないです。適当にこう、だってスパイスっていっぱいあるじゃん。そうなんですよ。その分量ってさ、すごく微妙でしょ。うん、俺なんかそんなスパイスって使い切らないもんね。なんか、あ、本当ですか。そんなに。そうか、うん、確かに。なんか香りで、うん、こう鍋の匂い嗅いで、うん、スパイスの瓶嗅いで、うん、合いそうだなとかっていうので、うん、本当なんかなんていうんですか。でも、うん、薬作るみたいに、うん、煮込んで煮込んでグツグツ。そうそうそう、魔法使いのおばあさんのようにマクベスの魔女のようにいやでもすごい。でも匂いでなんとなく合う、これぐらいかなっていうのが分かるっていうのは、それはかなり高度な、嬉しいあれだよね。そうで、それが気分転換なんですよね。あ、台本覚えるときとか、うんうん、なんか立ってる方が覚えられるタイプなんで、なんかこう台本置いてブツブツ言いながら、うん、ちょっと鍋混ぜたりとかしながら覚えることがすごく多くて、だから豚汁を稽古入るともうあの鍋が空になったら次の豚汁みたいな感じでずっと豚汁作ってるんですけど。おー、なんか豚汁とかの分根菜とかを切りながら、切ってる方が全て忘れてなんか無心になるからっていう人は多いよね。あ、確かに、うんうん、気持ちいいですよね、うん、酔っ払うと私すごい切りたくなるんですよ、根菜を出た、結構飲むらしいよ今はね、ちょっとあれだけどね、今ちょっとカリソン飲んでないんですけど、うん、今日ポンジュースですから。よくポンジュースなんでね、ちょっとふざけんなと思ってるらしいからね。部長ポンジュースですよ会社にちゃんと合う、本当に 100% ポンジュースですから。ポンジュースですよ。しかも未開封の新しいやつですからご心配なく、はい、というわけで次行きましょうかね。はい、そうか。でもセリフでさ、あれなんだっけなんだっけつって焦がしたりとかしない？それはない？あれ、まあ、なんか焦げてもいいかなみたいな。あ、でも煮物って ね、そうやってなんとなくこう一回忘れるとこう下がくっついちゃったりとかするじゃん。 あります。あれやばいよね。やばいです。だからほら、なんだっけなんだっけと、とかってこうやってるうちにさ、ついてが止まるっていうことが俺は怖いような気がするな。確かに確かに、うん、気をつけます。気をつけてね、はい、はい、火を出さないように、はい、で次にギターの弾き語りはやめられないということで、うん、なんかでギターの弾き語っちゃったんだよね最近だと、うん、去年ツイキャスさんの CM をやらせていただいてて、うん、実写で、うん、でそれで曲をですね、はい、でトークライブをやったっていう。あ、やらせていただきました。へー、すごい。え、ギターはどれぐらいやってんの？ギターはそんなやってるっていうほど実は弾けないんですけど、うんうん、あの高校の時に軽音楽部みたいなフォークソング研究会っていうのに入ってて、へー、そこでずっと丸2年ぐらいか、うん、部活でギターを弾いてて、うん、で、まあ、その流れでお家にギターもあるので、はいはいはい、たまに遊んだり。なんで慶応に入ったの？なんで入ったんだっけな。あ、中学2年生の時に、うん、サウンドホライズンっていう、うん、あの音楽ユニットに参加して、うん、その時に生で初めて、うん、あのバンドの方とご一緒したんですよ。あのシャムシェイドの淳二さんとか、うんうん、あのリュシファーのユキさんとか、うん、と一緒にツアーを回らせていただいた時に
あとハウンドドッグの西山さんとかがいらっしゃって、ギターってかっこいいってなって楽屋で教えてもらったのをきっかけにいじるようになってたから高校入って、部活でやりたいと思って。へえ、そうなんですよ。すごい、こういう範囲はすごいんだよな。やっぱさすが子役上がり。さすが子役上がり。で、4番目のアマデ役をやらなかったら今のやつ、アマデってあれ難しい役じゃん。あ、ご存知ですか。あ、この間の育三郎君のあれでアマデやった子がちょっと俺の奥さんの知り合いの、ほら、お子さんで最近のアマデちゃんですね。そうで、見に行って、あら、だって一言もほら喋らないで、そうなんです、ずっとね、モーツァルトにこういろいろやるわけじゃない、はい、あれはすごい役じゃん。すごい経験でしたね。え、あれいつの時にやったの。8歳から9歳にかけて8ヶ月ぐらいやってました。今とやっぱり当時全然ね、舞台の情勢も全然違くて、あの定劇でやってたんですけど、今と同じで、当時大阪1ヶ月、定劇1ヶ月、名古屋1ヶ月、福岡1ヶ月で、もう本番自体が5ヶ月ぐらいあって、あ、定劇2ヶ月だったかな、本当になんか5ヶ月ぐらい本番があって、プラス2ヶ月半ぐらい稽古もあるっていう、もう今だったら考えられないぐらいのスケジュールでやってたんで、5ヶ月、もう半年以上やってました。すごいよね。いや、あれはでも面白い作品だしね。面白い。でもあの本当喋らない子役ってやっぱすげえなーと思って。喋るとやっぱり芝居ってほら、なんか喋るとごまけるじゃないけどさ、なんか伝わりやすいわけじゃん、当然。確かに。本当に芝居だけで伝えるって本当に難しいからさ。確かに。でもあれは子供だからできるんだよね。まあ、ずるいですよね。だ、無心だからできるっていうさ。大人だとやっぱ邪念が入ってくるから、こう見せようとかさ。でも記憶をたどると、今と実はあんまり感覚が変わってないんですよ。だから、子供って言っても、実は全然子供じゃない年齢なんだなって冷静に記憶をたどって実は思ってて、もうすでにちゃんと人間としての人格が生成されてるから。そうなんです。当時の舞台上の記憶とかってあるんですけど、考えてること今とあんまり変わってなくて、そうだから子役の子とこの間まで一緒に仕事してたんですけど、気をつけて接さないといけないなっていうのは、それを思い出しながらすごい思ってたぐらい、自分の感覚はもう今一丁前だったんで。いや、子役の子ってやっぱしっかりしてるからね、周りが大人ばっかりだから。そうで、どうやれば大人が喜ぶかとか、そういうことも全部分かって、で、彼のない俺にたかってくるからね、子役は。ふざけんなっていう。一緒に撮影所で風呂入って、ご飯食べ行こうよ、よせーんとか。もう金ねえよ、バイトしてんのにさ、しょうがねえなっつってマック行って食ったりさ。私それ山地さんにやってましたね。そのモーツァルトの次がマリー・アントワネットっていうのを1年それこそワールドプレミアに子役として参加できたのでやってたんですけど、その時山地さんがいて、キャストに山地さんのこと大好きで、かっこいいもんな。そうです。ずっと山地さんにご飯ついて行ってください、ご飯ついて行ってくださいって言って、福岡とか大阪とか行くとずっと山地さんと2人でご飯食べに、10歳の私すげえ高かってました。2人でツーショット。ツーショットです。すげえな、すごい振り。違う というわけで5番目、座右の銘はいい役者はいい人間っていうね、これ、はい、これはどなたの言われたっけ。これは大竹しのぶさん。すごいよね。そうなんですよ。これは奇跡の人っていう作品を、はいはい、やらせていただいた時に、ちょうどその大阪公演が東京公演の後にあるっていうスケジュールだったんですけど、大阪公演が4月に丸かぶりで、小学校の入学式に丸々かぶるから、っていう、まあ私への優しい説明で、
まあ、ダブルキャストだったんで子供が、はいはいはい、で私が B 班だったんですよ、うん、そう2番手班だったので、うんうん、年も小さかったし、うんうん、お姉ちゃんの子がダブルキャストだったので、はいはい、その子が大阪公演は行きますと、あ、ともよちゃんは東京で終わりですと言われた時に、うん、入学式があるからだよって大人の人たちが私に優しい嘘をね、はいはいはい、こうついてくれたのに対して私が、うん、学校なんかよりも現場に行きたいから大阪公演行かせてくれって大泣きしたんですよ、うんうんうん、楽屋で、うん、でそれでしのぶさんが、うん、役者になるのって大人になってあんたはこれから役者になりたいと思ってるのって言われて、うんうんうん、役者になりたいと思ってますって言ったら、うん、役者になりたいんだったら学業は絶対やんなきゃダメだよって言われて、人間として人生を歩めてない人が役者なんてできるわけがないでしょっていう意味で、いい人にならないといい役者にはなれないよっていう話を吉田鋼太郎さんと大竹しのぶさんと木村みどり子さんと長塚圭史さんが4人で並んで私を説得するっていう。すげえ。でもあんまりいい人間かどうかちょっとよくわかんない人として、いや役者としてすごいね、すごい人たちだけど人としてどうかなっていうね、若干その人たちに説得されてうーんっていうね、若干あるけどね、大人になってみるとそう思うけど、自分は置いといてそうなんだよっていうね、まあまあ、いやでもそうだからね、基本はね、基本はやっぱり自分の人間性が出てくるからね、もうそこは大切ですよね。おっしゃる通りだなとも思います、うん、本当に今になって、いや素晴らしい共演者とね出会って、すごいやっぱそういう人間関係を大切にしてるなっていうふうに思うよね。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。それでは次のコーナー行きましょう。どうぞ。ここら辺からっていうねコメントがよくあれですよ、いい話でした、本当ですよ、いい話でした、ありがとうございました。ここから崩していきたいと思います、ね。ではアンケートありがとうございました。ありがとうございました、はい、では第一問行きましょう。どうぞ。で、だんだん出た。最近失敗したことは何？舞台の終演を終演終わってしまった、お間違えて人の服を着て帰宅、はい、大阪公演の帰り新幹線に切符を忘れた、わきつ、お母さんに送る LINE をマネージャーに送った、ヨーグルトを買った時スプーンを買うの、うわー俺これ結構あんな全部やってそうって書かれてる、うん、いや俺もあるわ、俺も全部ある。全部ありますか、ね、あれあの新幹線の切符ないと、うんうん、あの払わなきゃいけないんだよね。あ、そうなんですよ、お金全部、そうなんですよ、そう、それあるある。でヨーグルトとかさ、なんかスプーンが必要なのに、うん、何もないっていうね、何もない、あの状況どうしたらいいのかわからない。俺人の服はないけど楽屋履き、楽屋履きのまんま飲み屋に行ってたっていうそれあります、私も。あ、やっぱそうだね、それあります。着替えだけ着替えて、そうです、ね、楽屋履きへーって行っちゃうっていうね。タクシーの中で私はあでもういいやって言って帰りました。そうだよ。で、LINE はよく間違えるっていうね。はい、間違えます。誤爆だよね。誤爆します。これ全部あるやん。でも、最近だもんね。最近ですね、はい。最近はね、多分ね、どれでしょう。いや、あれ？今芝居やってたんだよね。やってました。あ、それは東京公演？東京も大阪もやりました。あ、いや、俺、やっぱ2番にしよう。あのな、どんだけ言ってもね、うん、あのお金払えって言うんだよね結構揉めたんだけど結構揉めたんだけど、いや何番の何とかの何とかって覚えてたちゃんと、うん、何号車の何番の D とか、うん、A とか覚えてたんだけど絶対ダメってで結局お金払わされてで降りたっていうね、の経験が、苦い経験があるので、2番だと思います。皆さんは何番だと思ったでしょうか。どうぞ。どうではですか、結果出るのかな。お、えお母さんに送る LINE をマネージャーに送ったが違う。
さあ、では正解を聞いてみたいと思います、はい、生2番です。やったえ、やっぱお金払った、はい、めちゃめちゃ時間かかりました。30分ぐらい待って、うん、その最初、うん、品川で降りたんですけど、うん、マネージャーさんと2人で降りて、うんうん、で割と降りてすぐに緊張するってなって、うんうんうん、やばいってなって、まだ東京駅まで乗ってる組がいたから、はい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 、連絡して写真とか送ってもらえて、うん、でそれを駅員さんが確認できたら降りていいですよって言われたから、うん、残ってるメンバーに全員電話したのに一人も電話出なくて、うん、まあまあその 2.5 で作品として女の子が私しかいなくて、その帰ってきてる組で共演者が全員男の子で、うん、なんかその LINE とかもグループ LINE で連絡先はしてたけど追加してなかったぐらいの関係値だったんで、ちょっとなんか電話通じなかったのかもしれないんですけど、全員に送ったのに誰も連絡返してくれなくて、そのままあもう東京着いちゃったわみたいな時間になり、結局その駅員さんが探してくれるのも時間すごいかかって、30分ぐらい待ったのにまだ音沙汰がないから、もうお金払いますって言って、そうお金払って、あれは厳しいんだよね、そこは厳しいですよね、絶対譲らないよ、ね、でしかも私、うん、そもそも写真持ってたんですよ、マネージャーさんが違う号車だったからねって席が、そうそうそう、違う号車にいたから、うん、でこっちはこっちでカンパニーで移動だったんで、うん、貸し切りで、うん、だからマネージャーさんにこの場所に座ってるよって送るのに、うん、マネージャーさん送ってたから、うん、写真を持ってたのに、うん、これですって、うん、全然ダメで、でもなんかあれですよね、その元が出てきたら、うん、なんかこの紙を持っていけば払った分返してくれるみたいな、それは言われた言われた、そう紙をもらったんで、そうそうそう、とりあえず一段落したら一回その紛失のところに電話してみて、うんうんうん、落ちてたら、うんうん、それをピックアップして、うん、その紙を持っていけばお金返してもらえる、そうだそれ言われた言われた、言われました、うん、なんで今あの部屋の壁に貼ってあります出てこい、はい、本番終わったら行こうと思って、そうかそうか、今俺なんだっけアプリでやってるから、いいな、あのアプリだとだからその配られたチケットだと、そうなんですよ、そうなんだよ、だからごめんなさい俺取っていいですかって向こうは俺た全員で取るじゃん、そうなんですよ、そうすると少し安くなるじゃん、そうなんですよ、ね、いいチケットにできないんですよね、そうそうなんですよ、だからこれの方がね俺割とだから呼ばれた時に俺でこれで撮っていいって言った何回も上編できるから、そしたら、あそうなんですか、上編1回じゃん、1回です、うん、これはね何回もできるの、えいいこと聞いた、うん、事前にピッてすぐできるの、そうなんだ、うん、いいですね、それ絶対私あそこに忘れちゃうんですよね、あのわかります、うん、忘れないぞって思ってそこにやって、俺はもう絶対にこう入れてチャックとか閉める、えらい、もう絶対そうしよう、うん、勉強になります、絶対に忘れないっていう、そうしよう、はい、というわけでこんな時間になってしまいました、あというわけで、あ EX が楽だよねって、そうですよ EX でした、すいません、ありがとうございます、さて、それでは告知、アンケート残り4問、後半に移りたいと思いますので、このまんま今日は連勝でいきたいと思いますね、頑張りたいと思います、さてそろそろね前半がお別れのお時間近づいてまいりましたので、はい、告知の方をお願いしたいんですけれども、はい、ありがとうございます、はい、告知させてください、いろいろあるんでしょ、画像を先に出しましょう、画像を出してもらいます、じゃあ今週末ですね、バースデーライブということで26歳になるんですけど、記憶たどりて2022ということで、うん、東京 FM ホールの方で半蔵門のソロで、インスタレーションをやらせていただきたいと思っています、素晴らしい、一応チケットは完売してるんですけど、うんうん、夜公演何枚か出せたらいいなと思って、当日券を今ちょっと座席を組み直したりしているので、夜公演はちょっと昼はもう完全に無理やなって感じなんですけど、はいはいはい、夜公演はもしかしたら本当に数枚当日券が出るかもしれないので、気になってくださっている方はちょっと楽しみにしていてほしいなと思います、こちら初めて企画構成演出脚本と全て私が担当させていただいていて、すげえ、
録音の音源とかは使わずに園田亮さんっていう、うん、あのスーパーピアニストの友達が生ピアノグランドピアノでピアノで弾いてくださってライブをしながら、ピアノ1本ピアノ1本 でコンテンポラリーをたしなんでいる友達の幼馴染の石原智香っていう、うん、あのコレオグラファーがいるんですけど、うん、彼女に振り付けだけあのお願いして、で彼女も2曲ぐらい踊ってくれるんですけど、うん、コンテンポラリーと、うん、あとちょっとモノローグの一人芝居を挟んだりとかしながら生ピアノで、うん、あのキャラソンを歌ったりとか、うん、今まで携わってきたミュージカルの曲を歌ったりとかっていうので、うん、1時間ちょっとのインスタレーションを作っていますので、よかったら気になってくださる方はもしよかったらこうツイッターとかチェックしてくれると嬉しいなって思います。すげえ、リハ大変じゃないの？いや大変ですね、楽しいっす、ね、はい、自分で作ってんだもんね、はい、お面白い。そして頑張っていただきたいと思いますけども、はい、もう一つありまして、はい、こちらはですね、まだ、うん、もしかしたら画像が、ね、ないかもしれない。あ、じゃあこのままいっちゃいますね、うん、じゃあちょっと覚えてるところで、はい、あの5月に一人芝居を、うん、これも一人なんですけど、一人が好きだね、なんか一人好きみたいですね、立て続けに一人芝居、一人芝居に初挑戦することになりまして、勇気あるね。いや、大信頼の本吉恒康という、うん、今ですね、僕のヒーローアカデミアとかの演出を、うんうん、2.5 の演出とかをやって、あ、これなんですけど、はい、やってる本吉さんっていう演出家の方と組みまして、うんうん、あの儀伝春金賞と谷崎潤一郎の春金賞を、あの儀伝と称して、うん、一人芝居仕立てに組み替えて、こちらもピアノと私、ピアノは桑原真子ちゃんっていう素晴らしいピアニスト音楽家の方なんですけど、はい、と音楽劇として、お音楽歌をとセリフで、はい、紡ぎながら、うん、オーベロンというですね会社のケニーさんっていう素晴らしいあのマッピング、プロジェクションマッピング、刀剣乱舞のプロジェクションマッピングをやってらっしゃる方なんですけど、おうおう、とコラボというか、うん、一緒に作品作りとして、うんうん、プロジェクションマッピングの中で、うん、生ピアノと一人の女の子が谷崎の春金賞を紡ぐというのをテーマに、青山の DDD クロスシアターで1週間半ぐらい公演を今予定していまして、こちら詳細はこれから解禁になるので、ビジュアルと合わせて楽しみにしていただけたらなと思います。はい、いやすげえな、5月楽しみですね。それはぜひ遊び来てください。おうおう、そんだけ長くやってるんだったらね、はい、はい、ぜひぜひ行かせていただきたいと思います。頑張っていただきたいと思いますけども、頑張ります。で、私の方なんですけれども、今月末にですね、3年ぶりになるのかな、横浜のにぎわい座で、大衆芝居演劇というか、これをですね、長島さくらか、座長で、行いますので、す明治時代の話をですねちょっとコント仕立てというかちょっと面白おかしくやって、それで、歌とか踊りとかありますけど、まあ俺は踊んないですけどね。踊んないんですか？はい、俺はちょっと踊んないですけども、え、いろいろ楽しいちょっとお遊びをやりたいと思います。23、24、4月の23、24、横浜のにぎわい座でやりたいと思います。今出てたあの携帯番号すいません、ホームページがないもんですからこの時代に。携帯番号この080-8046-3939、これが長島さくらの個人の携帯なんで、いたずら電話はしないようによろしくお願いしたいと思いますけど。うん、そうじゃん、すごい。ぜひぜひ、いや、ホームページ作れよって言ったら、いや、難しくてわからないって言われて。そう。じゃあ、もう3年ぐらい前から、俺ね、4年、5年前からちょっと関わってるのかな。はあ、うん、やらせてもらってるんだけど、うん、その頃からもう、番号で。携帯番号で。やだ、私知らない電話番号からかかってくるの出るのすごいストレスなんですけど。でもね、横浜であのスナックをやってる子なんで、あ、そうなんだ、そういう、ね、お客様からのお電話がいっぱいありますので、すごい。ぜひぜひ皆さん、23、24、もしお暇でしたらにぎわい座の方で楽しんでいただきたいと思います。それでは、もう一個俺の方からね、告知なんですけども、
今さっきね4月10日というね、日にちが出ましたけども、なんと智代ちゃんが26歳、はい、というわけでうちの番組からちょっとケーキを差し入れです。嬉しい。さあ一応名前もちゃんとね、智代よと嬉しい呼び捨ててごめんね。はい、うわ嬉しい、ありがとうございます。じゃあブローザーキャンドルでハッピーバースデーやらない方がいいのか。そうか、はい、それでは26歳、ちょっと早いけどお誕生日おめでとう。ありがとうございます。じゃあ吹き消してください。イエーイ、おめでとうございました。嬉しい、はい、ありがとうございます。まだまだこういう、ね、時期なので一人でペロリンチョと食べていただきたいとお前分けないんだよね。ありがとうございます。めっちゃ封しちゃいましたしね、今私ね。はい。ありがとうございます。じゃあ本当、4月10日のライブ、はい、頑張って、5月も頑張っていただきたいと思います。ありがとうございます。はい。ありがとうございました。それでは、5分ほどの休憩を挟んで、後半に行きたいと思いますのでね。その前に、次回の告知をしないと。そうそう、一回、次回の告知を忘れてるんだよね。次回、そう、次回はですね、5月5日。5月5日なんですが、通常21時から行っているこの番組なんですが、ちょっと都合がありまして1時間前倒し、5月5日の木曜日20時から、5月5日木曜日20時から、視聴八百ちゃんの部屋を行いたいと思います。ゲストは俺と同い年、松本康則です。もうね、いろんな番組出てますからね、松本康則久しぶりに会いたいと思いますね。5月5日木曜日20時からですからね、皆さん間違えないようにお願いしたいと思います。ゲストは松本康則です。というわけでじゃあ休憩を挟んで、柴田さん、皆さんにはですね姉妹番組の告知など見ていただきたいと思います。それでは、とりあえず前半お別れなので、はい、それでは後ほどお会いしたいと思います。じゃあねー。最年長になるようなゲストをお呼びしましたですよ。さっきのわしを信じてこの話も聞いてみたいと思います。早速お呼びしましょう。本日のゲスト、ほうきさんです。どうぞ。いえ、はい、どうもです。ほうき勝久でございます。はい、すごい。いや、ね、ほうきさんさ、はい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 、こういうニコ生とかって、はいはい、出たことあるの？いやいや、初めて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 。やった、すごい。いやいや、ほうきさんの処女を奪ったぜ。やった。処女じゃねえ童貞だよって、それも怖いっつうの。ほうきさん、はい、今日の下着の色を教えてください。下着の色、聞きたい。下着の色、下着の色は紺色かな。紺色、意外とね、ほうきさんね、シャレオツだからね。形は、形はトランクス。いやトランクスじゃない、なんていうの、ボクサーパンツ。ボクサーパンツだね。もうね、そう。ジンベエがめでたく10人目の仲間になりましたが、ほうきさんはジンベエが仲間になることを以前から知らされていたのですかっていう。これどうよ。それはね、まあね、実に面白いんだけど、それはね、知らなかったんだよ。知らなかった。知らなかったの。知らなかったの。それで、俺これもね不思議なんだけど、最初は俺はともかく、キャスティングマネージャーいるじゃない、はいはい、ね、で、守谷、月光守谷に振られたわけ。いや、守谷だもんね。そうなのよ。俺はずっと守谷でほうきさん思ってたから、そういきなり人類になった時、えって、ね、そうなのよ。声のトーンは違うけど、全然違うし。でね、ここはね、俺のね、なんていうの、まあ結
果、あ、俺は何かに導かれてたっていうのも変だけど、ジンベエに収まるところに収まったっていうのはね、その守谷をやるときに、そのこう台本もらって、でなんとなくこう絵を見たりなんかしてるときに、俺が考えてる声って言ったらもうめっちゃ高い声で、この役は やらないとダメだなと思ってたんだけど、モリアね、逆モリアをね、で現場行って、ちょっと二通りやるから聞いてくれるって俺がさ、スタッフたちに言ったわけよ。まだあの軽視視線であれすごかったよね、まずやって、今度は低い一番低い声でやったわけよ。ちょっとやってみてよ、二通りやって、ちょっとやってみてよ、低い方、低い方、警視史上すごかったもんね、あれ。ああ、そう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 、もう旗で見てて俺かわいそうで、なんてことやってんのっていうさ、超音波の世界入ろうとするぐらいこうね、声出してたんだよね。で低い方はさ、低い方ちょっとやって、警視史上お前たちはみたいな感じでやったわけよ。でもう一つは、ってこうやったわけ。そしたらさ、全員さ、高い方が面白いってこう言ったわけ。それで俺はあの首がパーッと長いしさ、ね、こうもう それで結果分かったんだけど、あのロックンローラーじゃないけどさ、キスとか。